はい、毎度お気にフェルトです。今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします。<music> 今回の動画内でのる情報は、ドイツ時間12月5日、午12時までにドイツで報道されたニュースです。今回も重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします。土曜日に動画更新は結構珍しいんですが、ちょっといろいろ仕様がありまして、金曜日には動画更新できませんでした。なのでまあ土曜日に更新しております。そしてこの動画の前に生配信をする予定なので、なのでまあその生配信が終わってから、この動画を編集して、おそらくですが日曜日の午前中ぐらいにはこの動画が出ると思います。とにかくですね、今回の情報が、とにかく多い。 もうすでに動画を撮る前から、ユフェーダーの皆さんには情報が言ってるんですが、すべての。とにかく今回の情報量が2日分ぐらいのレベルだったので、情報をまとめるのがすごい時間かかりました。ですが、まあ、とにかく要点だけ、えー、いつも通り言おうと思います。まずですね、PCR 検査についてですが、5日、オーストリア大規模コロナテスト開始と報道がありまして、日本語読みになりますが、ウィン・チロール、ボラルベルク、 での連邦州で大規模に開始されましたとあります。まあこれらのテストにより何百万人の人々がオーストリアで自発的にコロナウイルスの感染がバカルと判明するということがまあ戦力の一つとなっております。で、結果が陰性の場合にはより正確な PCR テストを使用して再度チェックしますと。かなり本格的になっております。なのでまあ結果的にどれだけの数の人が検査を受けるか受けに来るかはわかりませんがまあある程度はしないようにマシでしょうということですね。 で、4日ですが、ロシアスプートニク5のワクチン接種がモスクワで開始されました。医師、看護師、教師、ソーシャルワーカーが無料で利用できるようになる予定ですとあります。で、これも大規模で行われると書いております。70の診療所で接種可能だということが明らかになっております。で、これはいつかですが、フランス全ての人に無料でコロナワクチン接種を計画とあります。これにおいて、政府は2021年の社会保障予算に15億ユーロを割り当てたと、首相が言いました。 ま政府の計画では早ければ1月に100万人の高齢者が養護施設でワクチン接種を受ける予定ですとあります。そしてまた、米国においては、大統領が公の場でコロナワクチン接種を発表とありまして、例えば元米国大統領の3人ですね。例えば、オバマ氏であったり、ジョージ・ブッシュであったり、ビル・クリントン氏であったりということですね。この3人。プラス、バイデン氏も言っております。はい。 まあこれらはなぜ発表したかというと、まあ米国国民にこれ安全だよということを示すということが目的だと思われます。そして米国ワクチン、モデルネに関してですが、接種後数ヶ月間検出可能な抗体ができたと。まあこれは第1層試験のデータによって示されているということで。で、第3層試験においては11月末にワクチンの有効性が94.1%であると発表しましたと。まあこれがモデルナのワクチンだということですね。そして英国においてはコロナワクチン接種プログラムは来週火曜日に開始とあります。 最初のワクチンが国に到着した場合、来週の火曜日からワクチン接種を開始する予定ですと言っております。そして英国医薬品庁に関してですが、水曜日にドイツのビオンテックと米国のファイザーによるコロナワクチンですね、BNT162B2 ですね、がコロナワクチンの緊急承認を与えましたということで。なので、この BNT162B2 が英国で使用されるということですね、承認されたので。そして最初のワクチン接種を受ける対象者なんですが、 老人ホーム居住者と従業員、そして80歳以上の人々、特に脆弱な医療スタッフですということで、来週には80万回のワクチン投与が予定され、年末までにさらに数百万回分が追加される予定ですと。ただし、まあ、マイナス70度での保管が複雑なため、ワクチンは当初、国内の50の診療所でのみ接種されますと。その後、センターは追加される予定ですと書いております。ということで、かなり大規模に英国ではやるそうですね。 で、ドイツにおいてもコロナワクチン接種は全ての人に対し無料とありまして、まあ、保険がかけられているかかけられてないか、かかわらず無料になると言っております。一方、バーレーンにおいてですが、こちらにおいても、ドイツ米国のコロナワクチンを承認とあります。そして他にも、ドイツにおいてですが、ワクチン接種法が必要であると考えると。まあ、連邦議会が言っているんですけど、法律によって規制されるべきであると。 で、一方、フランス、1日発表ですが、4月から6月まで大規模なコロナワクチン接種キャンペーンを開始予定と。これは大統領によって期待されております。また、英国保健大臣は2日、ドイツ、米国のワクチンの緊急承認を誇りに思うと。ということも発表されており。で、他にもフランス、コロナワクチンの盗難に関して警告と。世界中のコロナワクチンに関連する犯罪に対して警告しているということで。まあ、政府がワクチン接種の市場投入を準備している間、犯罪組織はサプライチェーンに 侵入または混乱させることを計画していると、えー、水曜日に述べましたね、まあ。とにかく犯罪が結びつく可能性が高いと。っていうのも新型コロナはまたワクチンに関してかなり注目度が高いので、ということですね。 そして2日、ベルギー1月からコロナワクチン接種を開始とありまして1月5日からですね、最初の人々はコロナワクチンを受けることができますと1月5日には他の国と同じように準備ができていると言っておりますで、ベルギーにおいても自主的かつ無料でなければなりませんとありましてまず大事にリスクグループと医療従事者はワクチン接種を受けることになっていますとありますなのでまあ大体同じですねそして2日、ブルガリア2021年初頭にコロナワクチン接種を開始とありますこれも自主的かつ無料でとあります ワクチン接種スケジュールに関しては数日以内に準備できるはずだと保健相は述べておりますそして国民の60%から70%が公衆の健康を保護するためにワクチン接種を受ける必要がありますと大体いい6割7割ぐらいがコロナワクチン接種を受けないとまああまりうまく機能しないということで大体いい同じことが言われておりますただしは最近の調査によると43%がワクチン接種を望んでいますが48%がワクチン接種を望んでいないとまあブルガリアではこういう調査結果も出ております まだ2日ポーランドにおいては2月よりコロナワクチン接種を開始予定と首相が述べておりますワクチン接種は無料自主的2段階で行われますとまずは医療スタッフ65歳の高齢者養護施設の患者兵士警察官消防士がワクチン接種を利用できるようになります そして一般開業医の診療所だけではなく、特別なワクチン接種センターや、新型コロナ患者を治癒するために接種された解説病院でも利用できると言われていますと。なのでまあ、ポーランドでは2月から接種開始ということです。ただまあ、どこのところもそうですが、優先順位が決まっているので、なのでまあ、その優先順位に続いて接種が可能ということですね。そして2日、ボリス・ジョンソン首相に関してですが、英国、これのワクチンをいち早くは受けたくないと。 で、その理由としては、自分は優先順位には入ってないだろうということで、ハイリスクグループの人たちにまずは接種してほしい。自分は後回しでもいいということだと思われます。で、米国においては2月末までに1億人にこれのワクチン接種をと考えると、そういうこともありまして。で、1億人という数に関しては、米国の成人人口の約40%ですとあります。 で、オーストラリアに関してですが3日、1月末にドイツ、米国共同開発ワクチンを承認予定とあります。で、そのワクチンが承認が成功した場合3月に計画通りに開始されますと。で、オーストラリアは他の国と違って一つ有利な点がありまして、それに関しては、オーストラリアは現在感染数がそこまでいないので、規制当局が承認プロセスを処理するためにより多くの時間を利用できるという幸運な立場にありますと。なので別にちょっと遅くても大丈夫だと。それまで 逆に、その時間を使って、このワクチンが本当に大丈夫なのかとか、か使っていいのかっていうのを、その時間を使って研究というか、調査できるっていう有利な立場にいるということですね。そしてドイツの感染者に関してですが、今現在も2万人を超えています。4日時点ですが、2万3千人を超えております。で、死者数も結構な数がいっております。ただま、そのデータから見ても、部分的なロックダウンは、現在、ピークは防げたかもしれません。2万何人ぐらいで止まってた、部分的なロックダウンのおかげで、 という見方もありますが、そのフランスみたいにさほど厳しいものではないので、フランスみたいに急にバーンと落ちたわけではないです。完全に横ばいの状態がずっと続いていますし、それが原因で死者数もかなり伸びてきています。それが今現在のドイツの現状です。で、ラトビアに関してですが、新規感染者が記録的にと4日報告されてまして、木曜日の24時間で930人の陽性患者が出たと。 そしてまあタイトルに回るように、それに関連してるんですが、集中治療患者数だけではなくて、院内感染がかなり目立ってきております。ドイツ国内で。自分が住んでいる都市マクテブルクにおいても、院内感染、養護施設で、みたいな。そこでまあ死者も結構増えてきたり、みたいな。そういうことがなっているので。例えばですが、4日、ドイツのナゴールドの病院の従業員が集団感染で、30人が陽性反応を示して、クリニック自体は入院患者を受け入れなくなりましたと。なります。そしてまたドイツのドレスデン私立病院に関してですが、 コロナ患者を受け入れる負荷になりましたというのも私たちの能力は使い果たされていますということでとにかく今現在非常に負荷が高いとクリニック側が言っておりますで手術に関してなんですがコロナ以外の手術でも、まあ、緊急を要さない手術であれば延期されることもあるということが報告されておりますそして他にもドイツのとあるリゾート地ですねのリハビリクリニックで院内クラスターが起きました 53人の患者と13人の従業員でコロナウイルスの感染が検出されましたとで木曜日にクリニックは閉鎖したということで,で全ての患者は施設を出てすぐに帰宅しなければなりませんと、まあ、なのですごいことになっていますただ単にそのコロナ患者がいる病院だけではなくてリハビリセンターとかそういうところでも感染集団感染が起きまして、まあ、そこでまあ閉鎖をしなければならない状況になったということもありますでまた他にも他の都市での医療従事者8人が少なくともコロナに感染と 1>, で1月4日まで閉鎖されたままとなのでもう本当にキリがない状態になってきてますね院内感染に関してはで現在ドイツの状況なんですがいつかドイツでの11月初旬の死亡者数は過去4年間の平均よりも5%多いと、まあ、これは別にコロナだけではなくて過去4年間のとの比較なので、まあ、それに比べても平均値が5%多いと死者が、まあ、それがなぜかというと、まあ、コロナ関連による死ですねが多いということも報告されています でまたドイツ、ベルリン難民間での感染拡大とありまして、まあ、これも全て共通して言えるのが本当に大勢の人が集まっている場所での感染集団感染というのが本当に目立ちますそして今回のテーマでもあるいつかドイツ集中治療するコロナ患者数が過去最大の4000人以上にと発表ありました、まあ、とにかくその重症患者そして軽症者含めて病院での治療されている患者数が多くなってきている日々日々そうですけど日々増加している という状況は前々から知ってましたが、過去最多4000人以上にと、しかも集中治療室の患者数ということで重症者ですね。がすごいことになっています。今現在4011人と、5日時点で報告されています。で、大体患者の60%が、まあ、人工呼吸器をつけていると。換気されていると。で、現在ドイツでの空き数は約5000と。約5000ベッドということで。 大体ですが、ドイツで約3万ぐらいが集中治療可能なベッド数の、まあ平均的な数だと思うんですけど、それにまあ増減があると思いますが、まあ基準ですけど。で、まあ残りが大体5000ぐらいだということで、結構減ってきてます、残りが。でまあ結構なんか増減したらしいんですね。その空いているベッドがあるにも関わらず、使えないと。その使えない理由に関しては人手不足。ということで、同時にあったとしても使えないので、 まあその数はカウントしないということで、まあ、とにかく、今現在約5000だということですね。で、先ほども言った通り、ドイツの他の都市、例えばブランデムルク南部ですが、病院は能力限界に達すると。で、人事状況も非常に緊迫しているということで。で、計画された手術または介入は追って通知があるまで中断と。で、緊急事態及び癌患者に関しては引き続き治療されていると。 ま、この件に関しても多分生配信でも多分言ったと思うんですが、病院、あのコロナ患者だけではなくて、このコロナ禍の病院の行き方っていうのもかなりあの予約が詰まっていたり、えー、受け入れてくれなかったりっていうのがすごい発生しています。で、また1日ですが、ドイツでのカ価カの保険当局数は増え続けていると。まあ、400あるうちの60が月曜日までにボトルネックを ロベルトコフ研究所に報告したということもあります。で、ロシア1日ですが、多くの診療所で空きベッド数はほとんどないということも報告されており、国の17の地域で感染者のための病床の5%未満しか空いていないと述べましたと。特にですが、サンクトペテルブルクとバルト海のカリニングラードの状況は特に緊迫しているとあります。政府によると、国内病院のコロナ患者用のベッドの79%が占有されています。全部で27万6000ありますと。 ありますただしまあ集中治療室においてはまだ十分なベッド数があることを指摘したいと彼は述べていますねえまあとにかく緊迫しているということですねでこれもちょっと興味深いんですが米国研究です米国では2019年12月中旬にすでにコロナ感染があった可能性があるということが報告されていますでまたドイツベルリンの養護施設での感染拡大も報告されていり で2日、ドイツ、ヘルン州では3つの病棟を閉鎖へとトルコでは10日連続で新規死亡者過去最多193人これは2日報告ですで、2日ですが英国はコロナはおそらく根絶することができないだろうと、はい、そういうことも言われていたりで3日、米国病院ですが初めて10万人以上のコロナ患者が病院にと、まあ、米国のようではすごいことになっていてロシアもまあ3日ですが新規感染者が2万8145人と。 記録的なな数になっています。とにかくニュースが多いので、早急に進みますが、ドイツのロベルト・コフ研究所においてはコロナの新規感染者数を大幅に減らす必要があると警告していたり、で、スイスでは対策強化発表、しかしスキー場は空いたまま。で、ドイツに関してはフィンランドとエストネアをリスクエリアとして分類。そしてスウェーデンにおいては高校を閉鎖へと。まあ感染拡大が続いているからですね。で、イタリアはコロナ規則を強化、1月6日までスキー場は閉鎖。 で、韓国ソウルも規制強化へとあります。もうこれも感染拡大が要因です。で、ドイツのウイルス学者、アレクサンダー・ケクレ氏の意見においては、現在の部分的ロックダウンの延長にはほとんど意味がないと言っております。とにかく規制が緩すぎると。だからまあ、今現在も本当にデータから見るように、新規感染者の数が全然減ってないと。横ばいになっているだけだと。ということで、延長してもほとんど意味がない。ということで、延長するのであれば、今現在の規制を強化して、 やらないとほんとに意味がないということは言っておられますまたチェコですが12月18日からスキーリゾートをオープンへイタリア日曜日からレッドゾーンの数を大幅に削減ポルトガル緊急事態宣言を12月23日まで延長英国ではロックダウンルールに戻るとあったりラトビアにおいてはコロナ緊急事態を延長そして新たな制限を課しましてドイツでは2週間の厳しいロックダウンを要求とこれはまあ物理学者から言われております で、また、えー、いろんな世界大会、スポーツ大会があるんですが、これらが結構中止になっております。例えばですが、2日報告で中国、スノーボードとスキーのフリースタイル世界選手権も開催中止と、2 0 2 1年2月に予定されていたんですが、中止です。そして、ドイツにおいては男子ハンドボールトーナメント大会は中止へと。ま、あこれも歴史上初めて。 中止になったとということで,すで、スペインでも規制強化。で、今現在の部分的なロックダウンの、まあ、コロナ要件に関してですが、1月10日まで、ドイツでは延長されております。ただし、クリスマスと大晦日は規制緩和の傾向があります。で、ドイツの現在の部分的なロックダウンでは、新規感染を大幅に減らすことは不可能と、他のウイルス学者にも言われております。 で新型コロナによる弊害においてですが5日ドイツ家族大臣はクリスマスの日に家庭内暴力が増加すると予想とでまた支援に関してですがベイリンではホームレスのための支援を拡大そして2日動物関連においてですがドイツにおいて初めてペットからのコロナ感染が発見され抗体がすでに猫から検出されているとありますこれ猫においてはフランクウルト、ね、犬においてはミューヒンから検出されております そしてその他経済関連ですが、増税は危機において毒となるということで、今現在増税は考えられていないということになっています。で、日本においてのニュースがありまして、日本にかかる費用、まあ、これはオリンピックの延期のためですね、23億ユーロと発表されております。で、まぁ、あ、そこにもありますように、調査によると日本人の半数以上がゲームの延期またはキャンセルに賛成していますということで、東京五輪に期待する人は半数以下だということが報告されています。 またドイツ、中小企業や研修生の雇用においての財政支援を拡大と。で、フランクルト空港においては滑走路を使用不可能にするということもありまして。そしてアディダス、皆さんご存知のドイツのメーカーですが、世界中の約6万人の従業員に最大1000ユーロのコロナボーナスを支払うということが言われております。で、えー、2日ですが、日本政府に関してなんですが、これは日本人じゃないです。日本政府側ですが、日本はできるだけ多くの外国人オリンピック観客を望むと。 受け入れたいと観客を外国からで観客のワクチン接種は入場の必要条件ではないはずですと交通手段も制限されるべきではありませんと代わりにビザ入場券旅行情報などのデータを含むスマートフォンアプリの使用に依存したいと考えていますとまあそういうことも言われていますそして3日ドイツベルリンにおいては学生に部屋を提供ということで、まあ、ホテルとかホッセルですねかなりの安値で、まあ、月額で まあ学生に部屋を提供しているということですね。というのが今現在ドイツ、そしてヨーロッパ、そして世界の状況になっております。なのでまあコロナワクチンに関しての情報がとにかく今回は多かったです。プラスドイツでの病院の状況においてかなりまずい報告がありまして、そして今現在部分的なロックダウンが行われているんですが、全然効果が示されないということも現状としてあります。ということで今回の動画は以上になります。また新たな情報は手に入る次第皆様にご紹介いたします。それではまた。